もう30分ぐらいうろうろしとるんやけどね、車が入れんから大変でございます。西に進みます。どっち進むんですか。240m、 進入禁止ばっかりでね、なかなかね、こちらの方に入ってこれなかったんでね。右手前方向、これ入ってこれるね、これ車、これ止めるとこないか。これ右ってこと、どういうこと。200mになって130m、 まああとええ加減ですよ。あとどっちかおてんの、120m おてんの。これは車で来れませんわ。これかね、この可能性があるね。この可能性か。ということはどこから入ったらいいんだろう。こっちは関係ないな。まっすぐ行ってみるか。あら、ちょうどこれ真ん中に二条山が見えますけど、これ二条山、もうちょっとやっぱり桜井さんに行かんと格好悪いね。敵地に到着しました。到着しました。お疲れ様でした。これがね、じゃあこれが興奮事故とね、竹の子がバタバタ倒れてますね。ということは南の方向に、西か、南やな、南の方向に豪華掘ってあるということかね。全長どれぐらいあるんだろう。100m 以上あるね、これ。これ幅が5-6m あるから、もうこれ測れるぞ。これ上がってみよう。おお、みんな上がってるわ。上がって滑ってる。これみんな上がってますわ。まあ竹の子がバタバタ倒れてますわ。この下はもともと豪華あったみたいな感じやね。これ上がれんな。これがこう前方部の方分の方やろうけど、やっぱまだやぶか。なんで行かれへんの。ここまででっか。あら、行かれんか。やぶになってますね。残念ですね。もうちょっと行きたいんやけど、上上がられへんの。上も上がられないか。上がる道ないかね、上。上がる道は、これも上がられへんか。残念。上がられませんね。向こう降りられへんから、ここから南川を回ってみましょうかね。みんなこう歩いてるわ。滑ってはりますわ。竹ばっかりになってるからね、もう妄想だけが、もうほとんど見えんぐらい立ってるね、これ。いい池でございます。どっからかさっき降りれんかったか。ここ降りれるか。ここ下行けるね。これ行ってみましょうか。まあ竹だらけでございます、これ。どこ入るとこないのかね、これ。もう竹が倒れとるし入られへんな、これ。左は豪が残っとるしね。全然登るとこないかね、これ。わあ、だいぶ崩れてるね。残念でございました。登るとこないの、これ。これ公園部でしょうけどね。左に道があるね。あれ上がってみるか。こ
これなんかとりあえずなんとか道の上がった後が雰囲気的にあんねんけどね。いやどっか中に入る道ないんですか。ここは入れんか。入れませんか。これやっぱり公園分なんだろうかな。残念ですね、上上がれないですわ。やぼんだってやぼい。降りるに降りるし、どうしようこれ。大変でございます。ここなんか杭打ってあるんだけど、なんだろうこれは。ただ杭だけか。いやいや、残念。入れませんでしたわ。どっか入るとこないのかね。そこ入れるか。いやーちょっとだけやな。2メーターぐらいやな。1メーター2メーターやなあれ。こんな大きな古墳なのに看板一つないよね。あら残念でございましたけどね。これ道ができるとさ、みんな危ないこと歩いてんだこれ。入れないかもで。それな、その辺からな。そこから上がったらどうなんだろうね。やぶになってるしな。上がれないこともないやろうけどね。残念やね。まあ2回目のトライの時はね、殺してくるんやけど。上がれんわな。むちゃくちゃだよこの竹は。残念でございます。手が入ってないからもう竹ももう生え放題やし倒れ放題やし。 ありがとうございました。別所大塚古墳でございました。前方後円墳ですけどね、入ることできませんでした。 100m 以上あるから大きな古墳ですけどね、全然もう完全にどこも管理しないからね。竹山になってます、中ね。こっちもなかなかいい感じやけどね、こっちね。はい、ありがとうございました。ああ、今日はここまで来るのにね、中入るなんで、30分かかったか、30、40分かかりましたね。はい、ありがとうございました。竹の種類がちょっと違うんでね、妄想じゃないみたいだけど。はい、ありがとうございました。